慶応大学に通う西野七瀬さんです、絶対かわいい。あ、似てる似てる、あ、似てる似てる、ちょっとうつむき加減になった時は、あ、この角度、よう似てるわ、この角度。よく言われますか、似てるって。めちゃ言われます。でもなんか似てるってことはつまりやっぱり人気あったりとか、男の子とかからなんか似てるねって言われたりするの、はい、言われます。もう現在慶応義塾大学に通ってますから、女性アナウンサーの先輩も多いんじゃないですか。そうですね、ですよね、出身者の方。あの大学卒業したら何か目指してるなんか職業あるんですか。アナウンサーになりたい。あれ、これは、正解です。はい、西野七瀬のそっくりさんなんですが、はい、ご本人のお墨付きをもらいに、西野七瀬さんご本人にお会いしてきました。これすごいですよ。題して、ウーバーモノマネです。どうぞ。はい、ウーバーモノマネ。今回、西野七瀬さんご本人にそっくりのお墨付きをいただくため、西野さん出演のドラマの撮影現場にお邪魔しました。ウーバーモノマネ、西野さん届いておりまして。ウーバーモノマネ。はい。お願いします。すごい。それではそっくりさんお願いします。どういうリアクションすればいいか。いかがですか。めっちゃ似てると思う。私より顔立ち綺麗だと思うんですよ。ここでご本人の前でチョップしたモノマネも披露。あ、似てる。ライオンのグータッチ似て、感動的な VTR を見て思わず涙がこぼれてしまう西野七瀬さんのマネ。こんな目の前で。以上です。うん、確かに言われてみればそうですね。こちらのそっくりさん似ていますか似ていませんか。似ています。はい、西野七瀬さんご協力ありがとうございました。どうでしたか本人は。乃木坂大好きで、うん、はい、もうなーちゃんもすごい大好きなので、もうただただ会えて嬉しいっていう、はい、感じでした。そりゃそうやんね、はい。でもやっぱ女性アナウンサーになって振り返ってこの V 見たら、あの時私ようあんなんしたなプロになったんですよ。プロになったら分かる。とりあえずだとこれ暫定なんだよ、チャンピオンとしては。一人目なので、一人目あちらのチャンピオンチェアにお座りください。お願いします。並んで似てるってやっぱすごいな。すごいですよね、全然似てました、はい。